ゴブリンスレイヤー前回に続いてからプレイしていきましょう。さて、ゴブリンが廃城にいたかもというところで、ギルドマスター直々に見に行くというところからですね。などという会話を終えてからしばらく後、廃城は懐かしささえ覚える佇まいであなたを待っていた。森にそびえ立つ古城は闇の中ではおどろおどろしく見えるだろう。吸血が住んでいたなどと噂されるのも納得のいく外観だ。だがそれは夜の話だ。昼間の、ここは穏やかで、日差しの注ぐ子供たちの遊び場に過ぎなかった。あ、だからあれか、薬草積みの子供もいたのか。もっとも。ゴブリンだなぁ。そこに、四方世界で最も弱い怪物。薄汚い緑の肌をしたゴブリンの胸がいなければの話ではあったが。これは、まずい。ゴブリンの数は、10か、20か、1匹や2匹ではない。少なくとも、はぐれではない、一つの群れといった方がいいでしょう。あの廃城を拠点とするつもりでしょうか。そうなると、いささか厄介ではありますね。おそらく先の魔人王との戦で落ち延びてきた廃山兵あたり、勇者様が魔人王を倒してもそれで混沌の勢力が一掃されたわけではないですからね。そうなんだよな、普通に勇者とかがいる世界観なんだよなここ。ただ10年前のあの時ほどでは。まあ、ともかく状況は分かりました。すぐに町へ戻って依頼を。見つかった。背後からもう一体。しまった。事実上退路を断たれました。このまま双方が移動すれば確実にエンカウントする。逃げる、それは難しい。数が違う。開けた場所で挟み撃ちにされては間違いなくこちらが不利。ギルドには私が調査に向かった記録がある。他の冒険者が戻れば、彼が戻ってくれば増援を出してくれるでしょう。そんなに粘れるか。必要なのは時間。相手の優位を削り血のりを得る。重要なのは体力、技量、幸運、そして知恵と勇気。それで十分。ゴブリン以外の怪物も今は見えない。見間違いだったのか別行動しているのかは分かりませんが、それに確かこの城には。ならいっそ打って出た方がまだ目があります。まずは一匹。そして今のうちに城の中へ。中どうなってるかもいまいち分かってないだろうに。ゴブリンの収録楽しそうだな。俺もやりたいな。地方世界で最も弱い怪物。その意味を取り違える者も多いですが、怪物の中では最弱ということ。ですがそれでも脅威かといえば決してそうではない。仲間が殺され、獲物がいれば我を忘れて追いかけてくる。被害の歩幅も建物の構造もまるで考えないで。捕まればどうなるかということはあまり考えたくはありません。裏側を作るんじゃない。宿命と偶然のサイコロは神々とても見通せぬもの。万一が起こらないよう祈り、そして努力するしかないわけです。確かここを曲がってその奥
ここ。夜の母、刺激の女神様、どうかその足元に我が身を隠すことをお許しください。バレるんじゃねえのそんなん。やはり私のことしか見えていない。こんなに集まって寄ってたかって私をどうするつもりなのでしょうか。フィートの単位があるのかこの世界には。今ご無礼をお許しください。いやお前もしかしてもし刺激の女神があなたの声を聞いていたならば、あなたに押し倒され床に叩きつけられるという無礼をきっと微笑んで受け入れたに違いない。都合よく考えすぎだよ。闇の呪文が我が身を砕いて繰り出した慈悲深き一撃は、轟音と衝撃を伴ってあなたたちを大きく揺さぶった。ゴブリンぐちゃってするために倒されて微笑む奴はいないよ。フーニーを最も近くにいたゴブリンが倒れた刺激心臓の抱擁を受けて押しつぶされる。だがそれだけだ。ゴブリンどもはあなたの小賢しい悪ガキに顔を見合わせ、え一匹しか当たってないの？え？お、下か。次の瞬間、ぽっかりと口を開けた奈落。崩れ落ちた床の下へ、瓦礫に巻き込まれて落下していった。後に残るのは耳障りな、子鬼どもの悲鳴だけだ。小さい頃、このお城は崩れやすいから近づいてはダメと、そう言われていましたからね。ああ、いえ、結局は近づいて遊び場にしてしまったわけですけれども、不思議と吸血鬼が住んでいるなんて恐ろしさは感じませんでしたから。私と彼女とあの子と三人で。まだ揺れている。あー、なんかヤバいやつがいるって言ってたもんな。あ、違うのか。普通に落ちたのか。いったー。なんですかこれは。頭でも打ちましたか。視界がふわふわと浮いて。ここは霊廟？あの城にこんな場所が。落ちるというのはこんなにも恐ろしくて嫌なものですか。まあ、いるよな。ゴブリン、上から上からも来るのか。崩落に巻き込まれなかった子鬼たち、崩落で崩れた箇所を伝って降りてきている。このままではまずい。石を。まずは遮蔽を。あの石棺の影。すみません、お騒がせして。今少し頼らせてください。不幸があるからこそ幸福の意味を知れる。足があるからこそ良しもまた生まれる。とはいえ刺激の女神様、ファンブルを出すのが早すぎます。落ち着いて、落ち着きなさい。大丈夫、まだ大丈夫。考えて。考えなくては。地下の霊廟。
誰も知らなかった。ということは出入り口は不明、脱出は現実的ではない。確実なのは援軍を待つこと。問題はそれまでの時間、私がここで持ちこたえることができるか。愚者の私の守りではあるまいし、試行錯誤の余裕はない。どうすれば。おっ、でけえのいる。あれはホブゴブリン。やはりゴブリンだけではない。言ってる場合か。ゴブリンのことです。私だけでは飽き足らず、彼女も手ごめにするだろうことは確実。かかってきなさい。私が相手になります。やっと戦闘かな。戦闘じゃない。お気に召して。あ、ここでこうなるんだ。庇護を求めて城へ逃げ込んできた弱者を救い、不尊な怪物どもを退けるのは騎手の務め。でも今の私はひどく乾いて飢えているの。白くてみずみずしい首、喉、はしたないけれど知ってしまいたいわ。吸血鬼。ええ、その通り。恐ろしい恐ろしい血を吸う鬼。見たところ命は惜しいのでしょ。さっさと逃げてはいかな。あなたも避難しましょう。あ、はい。命を救ってくださったことに心からの感謝を、そして眠りを妨げてしまったことを謝罪いたします。その上で、ご覧のように今この場には怪物が入り込んでいます。極めて危険な状況ですので、私と一緒に避難していただけますか。真面目だな。どうして。どうしてと言いますと、怪物に襲われることが危険だからです。ご存知かどうか分かりませんが、あれはゴブリンといって。私が抗議程度で危うくなると思われているのは不愉快だけれど、状況ではなくて理由をお聞かせくださるかしら。理由。私はこの地の領主の代理人です。したがって領民を庇護する義務があります。もちろん今しがたご覧になられたように、恥ずかしながらまだまだ至らぬ身です。だから安心していただけるかは分かりませんが、命ある限りあなたのことは私が守ります。まあ、ここで迎え撃つしかないようです。申し訳ありませんが、
なら宣言通り私を守ってくださる？無論です。お、やっと戦闘か。ドット絵かわいいなぁ。このタイプのドットいいよな。ん？視界がおかしい。まるで空を飛ぶ鷹の目のように浮いて。メタだな。情報が流れ込んで、戦場が手に取るように。これは すごいな。それ物語に落とし込むんだ。まあ普通のあれと一緒かな。移動。ちょっとあれだな、動かしづらいな。慣れないだけか。攻撃短いね。あ、そうなっちゃうのか。こうで、で、フェーズ終了。あ、そうか、これでいけんのか。フェーズ終了。エネミーフェーズ。まあ来るよな。攻撃。私のターンだ。あ、サイコロ振るんだ。このデメならば、今宿命と偶然のサイコロが投じられた。いえ、投じたのだ。神々ではなく、私が、私の手で。不明と偶然。戦闘中に特定の条件を満たすと発生する効果。不利な状況を無効にしたり、さらに有利な条件にするなど、成功すると戦闘に有利な条件にします。ダイスを振って特定のダメージ以上で成功となります。効果ごとに使用回数が決まっています。効果発生しても使用せず、使用回数を温存して効果的な状況で使用することもできます。へぇー。いろいろあるんだ。もう、クリティカルが、その、それってことね。よし。で、移動を。こいつからやるか。はい。OK。これで、フェーズ終了。全然あいつ動かないな。レイヤーフェーズ。武器使ってみるか。はい。で、この子を動かす。攻撃。私の使うべきは今です。使っちゃった。連打しちゃった。これでフェーズ終了したら来るかな。あ、来ないのか。待った方が有利なんだけどな、こういうの。守るって言ったけど、この子に受けてほしいな、攻撃。今ちょっとギルマスちゃんが、ちょっときついんだよな。一個離れたとこから、攻撃。え、避けられた。ギルマスちゃん名前出てねえのすげえな、このゲームな。うわっ、重い。麦使おう。
はい、指で武器使いたい。呪文か、呪文が使えるのか。はい、消えなさい。オッケー、あと一撃だね。ギルマスちゃん狙いすぎだって。やばいやばい。攻撃、私のターンだ。いえ、まだその時じゃありません。オッケー、ウィン。なんとか切り抜けましたね。守るの宣言通り全部ギルマスさんが受けたな。終わった。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。